12日土曜日の洗濯天気予報をお届けします。現在ご覧いただいています千葉市幕張の空の様子は雲が優勢です。今日も午前を中心に関東周辺では雲が広がりやすく、南部沿岸ではにわか雨に注意が必要です。その他のエリアのお天気の変化見ていきましょう。天気分布予想を見ていきますと、今日は弱い冬型の気圧配置となっていきます。やはり日本海側を中心に雨や雪の降るところが多くなりそうです。特に北陸エリアでは JPCZ の影響によって活発な雨雲が流れ込んでくる可能性があります。雷や突風、あられにもお気をつけください。その他関東以西のエリアでは昼間の時間帯日差しが届くところも多くなりそうです。では洗濯指数マップ見ていきましょう。晴れる東京から九州のエリアにかけてはよく乾く、そして乾きやすい予報となっています。ただ大阪に関しては乾きやすいなんですけども、日本海から流れ込んでくる雲が広がる可能性がありますので、洗濯物を外干しする際には空の様子にお気をつけください。その他日本海側から北日本にかけては乾きにくい、そして乾かない予想となっています。那覇でも乾きやすい予報、雲が広がることもありますが隙間からの日差しが届くチャンスもありそうです。にわか雨にはご注意ください。今日の洗濯天気予報をお届けしました。